申し訳ございませんでした。騒動後初めて会見した立憲民主党の小樽市議中村誠吾議員、今月24日花火大会が行われていた市内の公園で酒に酔って市民に暴言を吐くなどトラブルになっていました。お前バカでねえのか、上の先輩にバレるんだぞ、お前誰だと思ってんだろう。もうこれでお前たちのことを救ってやらないから、政治的には救ってやらないから。当時の状況について会見では、お酒が好きなもんで午後の2時ぐらいからですね、まあ、DVD を見ながら焼酎の香類を飲み始めたんですね、ロックで。夕方6時まで5、6杯は飲んだと思います。記憶がないんです。なぜ外に行ったのか、その公園に行ったのかという記憶がない。自身の行動に気づいたきっかけは UHB の取材でした。これ ご本人ですか、中村さん。もちろん僕ですよ。これですよね。私も長谷川学士のね、あれ見てひどいなという思いはしてましたんで、うん、ただ私の方がもっと悪い、一般市民の方にそういう態度を取ったんだからね。ただ暴言の相手も覚えておらず、被害者には名乗り出てほしいと言います。自身の身体については、辞職に関してまでは今考えていません。まあ、私を支えてくれている方たちからも尋常ではないぞと、明日受診をいたします。今は そこまでしか言えませんので。中村議員はすでに所属する立憲民主党に離党届を出していて、同連が対応を検討しています。自宅で